パラでやったら入るね。あ、これはまたいいこと聞いた。まずはフォームを確定させてから重さを増やしていくのがやっぱボディビル。自分の競技によってフォームはもちろん変わるので、うん、でも例えばフィジークとボディビルダーのベンチプレスのフォームは一緒なの、はいはい、でもパワーリフターが違うだけだから、目的がやっぱ違うだからまあちょっとね、あの手首弱い人は巻いた方がいい。ああ、そうですね。俺結構手首太いからいけるんだ。握る幅っていうのはこれ関係するんですか？握る幅は、手幅、グリップに関して言うと広すぎちゃうとやりづらい、うん、だから、なんだろうな、ダンベルベンチだと肘幅に落とすじゃん、はい、ベンチはちょっとそれより広いぐらいがいいなっていう感じ。なんか一見すると肘に悪そうだったりするんだけど、実際やると全然肘に来ない。こうやるのが一番やばい。あ、はい、だったらまだこっちの方が面白い。でもそうすると支えられないから、支えられる肩の位置で脇を締めて下ろすっていうのが自分のおすすめのやり方っていう感じ。握り込むか包み込むか、うん、さあ腕立て伏せって聞くじゃん、はい、あれって手がパーだから、あれこれ拳立てでやると肩痛いから多分、はい、だからよくバー倒立バーみたいなのさ、はい、パンプアップしてきてるじゃん、はい、パーでやったら入るね。あ、これはまたいいこと聞いた。あとは体の角度が立っちゃうから負荷弱くなっちゃうんで、だからまあそういうのも考えて、まあ、ベンチに応用してるっていう感じ。後半開いちゃう。そう、だからやっぱり他の部位を動員しようとしちゃうんだよ。ベンチプレスをする上で絶対起きる論争がありますよね、はい、バーを胸につけるかつけないか問題っていうのが絶対あるし、はいはい、同じことでずっと繰り返されるんですよ、はい、まあ、ちょっとそこで言いたいことがあるみたいで、はい、ルール上つけた方がいいですよ。ああ、ルールだから。ルール、はい、うん、だけど筋トレで考えると俺は好きなのがいいと思う。それはデッドリフトっていうのは下から持ち上げる競技じゃん、はい、だから、まあ、つけた状態から上げてこいで、はい、でもスクワットとベンチに関しては居上した状態からやる。重さを受け止めてから始める。そう、でその時にもし胸ベンチつける人がいるんだったら、スクワットもケツ一回つけてから俺立たなきゃいけないと、うん、だそうすると一回支えなくていいわけじゃん、バーを一周。そうですね、そこで肩が緩んで痛めちゃうのよ、ベンチだったら。ずっと筋肉に力が入っていれば痛めないんだけど、ここで一回パッてここにベチョって乗るから、ここの力が絶対かかんないじゃん、はい、だから押した時に気がするわけ。だからつけなければ怪我するリスクも少ないと思うし、支える力も必要だから筋トレの効率としてはいいんじゃないのっていう感じ、うん、だからダンベルベンチの方がきついじゃん、きつい、つかないから、はい、バウンドできないから、はい、だから同じようにやればいいんじゃないと思う。だからルールないから筋トレは、ただ、うん、ここは水平まで降りなきゃいけないと思う。あ、はい、ここは例えばこうよりも肘が体側に来るぐらいは下げなきゃいけないと思う、はい、でパワーリフターも結局さ、胸にはつけてるけどこれ以上下げてないんだよ。あ、はい、上がんなくなっちゃう。だからまあパワーリフターの知恵をそこは借りて、ここなんだけどブリッジはしてないからつかないっていう感じ。なるほど、うん、いいですね。